気仙沼災害 FM は気仙沼市全域を今放送エリアとしてまして、気仙沼市内では 77.5MHz、 本吉町の方からは 76.8MHz で放送しています。気仙沼市から NPO 法人の気仙沼まちづくりセンターというところが委託を受けて今運営の方をしております。気仙沼市の隣にハット FM という登米市にコミュニティ FM があるんですけれども、そこの代表をやられている方がですね、気仙沼の方なんですね。その方とも知り合いでしたので、その方ともお話をして、実際放送するにあたっての機材ですとか放送アンテナですかノウハウといったものを、10日間12日間ですかで教えていただいて、駆け足でなんとか12日で3月23日から放送の方を始めたという形になってますね。それでまた私たちの FM もですね、4月から番組改編をいたしまして、またそのいろんな方が出てもらう番組というのも増やす予定になってます。4月から新しく始めようと思っているのがですね、ハマればという番組でして、30分の時間なんですけれども、気仙沼に住んでいる方ですとか、気仙沼にボランティアに来ている人ですとか、いろんな人に出演していただいて自由に番組を作ってもらおうというのを今計画していまして、4月に向けて制作もしているところです。まあ、起こらないことが一番なんですけども、こういった震災が起きた時のためというのがまず第一、それと、やはりその地域 の、 その地元に気仙沼市のラジオっていうことで、市民の方々に作っていただいて、ラジオをかければ知っている人の声が聞こえるようなものを作っていけばですね、自然にですね、その聞いてくれる人も増えていくんじゃないかなと思ってます。そうですね、気仙沼災害 FM への、情報提供やあとはメッセージなんかはですね、ファックス番号が 0226-29-6482、 もしくは、Eメール fm775@km-災害fm.com になります。どうぞこちらまで、メッセージの方をお寄せください。いつも気仙沼災害 FM を聞いていただきましてありがとうございます。気仙沼災害 FM では、これからもですね、気仙沼が元気になっていく様子を全国に向けて発信していければと思っております。今後もよろしくお願いいたします。